今日も一日穏やかに晴れていました。競争水面追い風で6メーターから7メーターほどまだ強めです。そして気温は少し下がってきて23度を示しています。ただいまから2つ目の準優勝戦第11レース1号艇東京の小林康史、2号艇徳島の宇野健太、3号艇埼玉の白井智晴、4号艇福岡の田堂実、5号艇福岡の塩田北斗、6号艇滋賀の川島啓司、以上の6名です。市二さん456枠成の待機6艇バック側にいます。1号艇の小林、モーターは至って普通ということですが、それでも一度もレーンを外していないのはさすがです。今イン1コース、そして2号艇の宇野健太が2コース、ターン周りの不安は解消されたんでしょうか。それでもシリーズは3勝をマークしています。3コース3号艇の白井智晴、レーサー氏が光るエースモーター23号機、この中では伸びもトップ、引っ張って4号艇の太郎実る角4コース、グリップ感そして伸び足上昇しています。しっかりと引き出してきました。5コース5号艇の塩田北斗、合えば全体的にまずまず63号機、そして6コース6号艇の川島、伸びに出足もプラスされました。前半逃げて2勝目、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。第11レースカード4コースから4号艇の多藤が好スタートです。さあ一周1マークに向かいます。攻めてきました4号艇の多藤、インは1号艇の小林もいいスタートで先に丸、6号艇の川島が握ってまいりました。2号艇の宇野が差す、4号艇の多藤はちょっと遅れた位置、1号艇の小林が押し切り、スタートは前提正常でした。1号艇の小林逃げています。そして2番手が2号艇の宇野、3番手6号艇の川島、懐は4号艇の多藤が迫って一周2マーク、1号艇の小林がトップターン、2番手2号艇の宇野が回って1、2の体型、後方3番である皇帝の川島です。1番、2番、6番でレースはこれから2周目に入ります。1号艇の小林康史、こちらもかなりスタートを攻めてきました。0台前半のスタートから1号艇の小林逃げています。2周1マーから向こう上面へ、2番手が2号艇の宇野健太、3番手は6号艇の川島啓司です。体型は1番、2番、6番、そして3艇身後ろから4号艇の田堂実は4番手、5番手は5号艇の塩田北斗、最後方は3号艇の白井智晴です。2周にマーク、1号艇の小林、2番手2号艇の宇野、3番手は6号艇の川島とホーム側に移ります。体型変わりなく1、2、6、レースはこれから最終周回です。かなりスタートを攻めてきました1号艇の小林、バッチリと好スタートからイン速攻でした。そして2番手が2号艇の宇野健太、がっちりと2番手をキープです。3番手が6号艇の川島啓司、1、2、6、この3連単のオッズ 47.8 倍を示しています。水が空きまして5号艇の塩田、そして4号艇の多度、最高峰が3号艇の白井です。ラストダーマーク、1号艇の小林、2号艇の宇野、3番手6号艇の川島と折り返し、第11レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番小林ゴールイン、2番宇野ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。